今回発表するのが2月で25歳、はい、でうちの 今の大学入った大学に入んなかったらこんな勉強しないと思うんですよ。なるほど、ね、逆になんかもういいやみたいな感じ。1、2、4、5っす。どうぞ。じゃあ何点だったのか、はい、はい、行きましょう。そうで始まりました、松井ちゃんです。さあ久しぶりにやってきました、はい、はい、フライン山口ということでございまして、髪が変わってる、帽子じゃなくなって色がついてるんですけど、はい、はい、まあトイックプロジェクトもねもう残り一人の状況です。みんなはみんなどこなんでしょう、みんなどこ行ったんでしょう、どこ行ったの。そんな中もうだって新たな今年度の募集も始まっちゃってますんで、多分この動画が出る頃には、はい、え、トーイックプロジェクトもっとですか。そうそうそう、だって一人しかいなくなっちゃったし。そうだそう、皆さん待ってますという多分募集動画を出した後になるとわあまたとすごかったじゃないですか、いっぱい来て。そうですね、でいっぱいいましたね。大学生とか大人なんで全然高校生とか浪人生よりもやり取りがちゃんとできる人たちだったけど、オーディションやって終わったらそれからもう何にもない、まあ、そもそもオーディションからの人の減りがそう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 、すごかったよね。まあ社会人ってなかなかそういう感じなんですよね、一方動けない人がやっぱほとんどなんで。さあそんな中、もうだいぶ前だったんで、前回が2月ですね。2月そうですね、あの今回発表するのが2月の25ですね、はい、で前回がこいつ12月ですね。12月で825いって、はいはい、で目標点が850ですかね、とりあえず今は。そうね、とりあえず850を超えるっていうで800点を超えたんですが、さあ850いけたのかっていうのを見ていきましょう、はいはい、前回が825取った時が、450375だったんですね。まだやっぱリーディングが弱いということで。リーディングっすね。とリーディング。時間かかる。時間かかるな。もう本当こういう封筒苦手なんですよね。綺麗にできないんですよね。大学もう最後の年。そうっす。始まるよね。そうっす。もう4年生です。もう4年。いいエフラン生活送れましたか。送れましたね。いましたね。でも自分多分うちの 今の大学入った大学に入んなかったらこんな勉強しないと思うんです。正直。なるほど、ね。逆に。逆に。なんかもういいやみたいな感じで なったと思うんで、まあよかったんじゃないか。どうですか。どうぞ。じゃあ何点だったのか、はい、はい、行きましょう。ほっ、あ、750じゃん。目標点マイナス100なんですけど、だいぶ下がってます。だいぶ下がってますね、これは。痛い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 。うわ、リスニングが420。それも下がってる。下がってますね。450だったんで。でリーディングが330ですね。うわ、375から45点も下がってますね。あ、やばいぞこれ。やっちまった。何怠けてんだ。って分かんないですけど、怠けてるのかトイックが難しくなったのか分かりませんが。うん、怠けてるなと思います。おい。ね。もうちょっと、じゃあ、まあまずは平均の方をね。はい。ちょっと見て分析していきましょう。アビリティーズメジャーですね、はい、まあ、アビリティーズメジャーの、ね、分析に関する動画は出ておりますので、前回のと比べながら見ていきますが、今回がまず最初が87ですね、1個目がで68平均で87、前回93だったのでやっぱりガンと減ってますね、うん、次の2個目が69、あ、低いな。だって前回94でしたから、それが69まで落っこってしまってるので、これはだいぶ痛いな。続いてが88、これも前回93までいってますから下がりに下がってますね、うん、そして次が85で、これ前回 87% ですから、うん、これも下がってて、やっぱ一番下がってるのがもう明らかにこれですね、はい、でこのやっぱ2番目と5番目がすごい下がってる。5番目がね71ですから、その前93でしたから相当下がっております、リスニングちゃった。なんでまあ簡単に言えば、まあ、もうパート3、4の糸問題がっつり落としてるってことですね、これはね。そうですね、はい、3、4の糸ちゃんと取れるようにって。でもこんだけ減ってるってことはパート2の変化球も落としてるってことだからね、そういうことになるんだけど、まあただ短めのやつは高いは高いんでね、っていう感じです。そしてリーディングでございます。1つ目、推測できるが67。はあ、なるほど。これ前回73でしたから、やっぱり下がっていて。そして次が、具体的な情報が平均以下になってますね。60です。64から60。前回 80% でしたから、はい、ガツンと下がってますね。はい、
そして3つ目、散りばめられた情報が、これも平均以下60、平均61で60で、前回は72ありましたから。で、語彙も下がってますね。語彙も70です。はい、前回が78あったからね。で、文法だけが上がってます。文法だけが89で、前回よりも上がっております。でも89でも低いんですけどね。もっと取れないとね。え、文法をやったってことですか？文法はやりました。文法と、前回の動画でも言ったんですけど、やっぱ4が苦手かなと思うので、はい、4はやったんですけど、シングルスピーカーのやつはやったんですけど、それぐらいですかね。あとは、まあ、ワン、ツー、落としちゃダメなところ。なるほど。でもやっぱ3、4が一番ね、低いし、7も全然取れてないから、ね。3もやった方がいいですね、やっぱ。やった方がいいですね。3、4ががっつり下がっちゃってますんで、まあ、アビメの味方の動画出てますんで、そちら見てほしいんですが、これはまずいと言っちゃまずいですね。どうするのかを考えないといけないから、こんなに下がってしまった。だから1、2と5しかやってなかったってこと？1、2、4、5っすね。ああ、そういうこと。まあ、なんか逃げまくってるな、それは。7やってないし、もう全体的にやんないとダメでしょうね、やっぱり。そうですね。これじゃ勝てないぜ。990目指すのに。990夢です、そんなの。150点からしたら確かに全然足りないよ。これでも夢ですもんね。825でも夢ですもんね。そうだよ、825ですもら、990は。でもう4年生始まりでしょ。はい、そう、俺はね、4年の最後に満点取ってますからね。最後の最後ですか？大学4年の一番最後で満点取ってますから、はい。厳しい厳しいな。今のトイック難しいっていうのもあるんですが、それにしたってだいぶ下がってしまっていますね。こうどう上げるかですね。56はこの時は追われたの時間、56はこっちよりは多分早かったと思います。その早く行ったと思います、うん、ただ5位がこんなに低い、ね、でも6も多分やった方がいいんですよ、まあ、まあもちろんね、これも出てると思うんですけど、やっぱ解いてる中でやっぱ、苦手かなと思ったんで、やっぱ改めてっていうか、文法は何をやったんですか？文法ですか？文法はデルセンも、あの最後の線もあるじゃないですか、はい、あれでやってます。あ、つまりランダムですね。ランダムです。単元ごとじゃなくてランダムになってる。ランダムやった方がいいなと。じゃあ、まあ、それとあとはじゃ あパッケージじゃない、金のパッケージで全体もう一回やった方がいいかもね。金のパッケージ、はい、新しいやつ知ってますか？知らない。総合対策、あの速読英熟語の改訂版買いました。いらないよ、トイックには。ほんのちょっと被るのはあるけどね、はい、やったけどさ、俺も全部、はい、速読英熟語は、はい、なるほど。いや、それよりは、はい、そんなことやってる場合じゃないですよ、この点数じゃ。金のパッケージですね。はい、金のパッケージやって、ちょっと総合対策を一旦がっつりやってもらってっていう感じだと思いますね。それでどれだけ伸びるかを見ていきたいと思います。はい。そしてトイックプロジェクトに関しては多分4月中にやりたいなと思っておりますんで。オーディションですか？そう、4月末できるかな。でもゴールデンウィークあるんでね、ゴールデンウィークと被らないように。ちなみに、うん、まだあれ発表はしたんですよね、それ。何の？なんか多分この動画出て頃にはもう言ってるはずだと思う。そうですか、うん、それがねできればいいなと思っております。はい、来てください、みんな。一人で寂しいです。そうです、一人で結局他と会わなかったわけ、ずっと単体で登場、会わなかったなんとね。まあまあ、でもほら、和子はね会うかもしれないですから。ああ、トイックやる。そうそうそう、和子はトイックやりますから。おめでとうございます。あ、そうですね、スポーカー、早稲田スポーカー受かりました、ね、すごい素晴らしい。そう、でも頑張れなかったっつってたから、受験ちょっと頑張れる機会がって言ってたんでね、もしかしたら。まあ、トイックにぶつけてください。そうです、坊主をかけてっつったんですけどね。坊主いや、さっきやったら坊主でみたいな。いや、それは家族さんが本人が言ってたんですか？いや、それ言ってみただけ。あ、言ってみただけ。ここはもうそれ話して、いや、坊主何の罰にもならないって。あ、そうそう、僕は何の罰にもならないっていう話になってたから。いや、それ松原さんとかもそれや、同じ、みんな同じので言ってた。やっぱ坊主なんですね、なんだか分かんないですけど、昔の考え方なのか分かりませんが、不適切で何が悪いってことで、はい、じゃあ今後もやっていきますんで、応援していてもらえればと思います。最後ありがとうございました。 Thank you for watching。 Thank you for watching。 さあ、上げないとな。そうですね、これはだいぶ下がったな。痛い痛い痛い。